来た来た、待ってたよ。お誕生日会場はこちらです。嬉しくてお出迎えしちゃった。今日はみんなでお誕生日のごちそうを作ったの。マキちゃんが持ってきてくれたオードブルもごちそうがいっぱいなんだ。え、あの真ん中の大きなラッピングは何か。ごん。それではここで問題です。今日のメインディッシュは何でしょうか。ヒントをあげるね。新聞に挟まっているお寿司ってなんだ。俺ちょっと難しかったかな。じゃあこのお寿司は私の大好物をふんだんに使っています。お、これはもうほとんど答えですよ。正解、ちらし寿司でした。じゃーん。ご飯が乾いたりしないようにラップをかけたんだけど、せっかくだからラッピングみたいにしたいねってデコレーションしたの。五段重ねのちらし寿司なんてまるでウェディングケーキみたいに豪華だよね。具材もとっても華やかで美味しそうでしょ。ちらし寿司だから粘り気の少ないさっぱりしたお米がいいかなってお米から選んできたんだ。お寿司屋さんでもよく使われる品種なの。炊きたてのご飯も最高に美味しいけど、こうしてみんなで作ったちらし寿司も美味しいよね。よし、早速みんなで食べよう。好きな具材のところからナイフでカットして食べるんだよ。これってケーキ入刀みたいでちょっと